なるせ正一なるせ正一は日本のフランス文学者であるロマンドランの翻訳、紹介を行った。大学卒業後まもなく創作から研究の道に転じ、九州帝国大学法文学部教授としてフランスロマン主義思想を専門とした。43歳で病死したが、この時代の良き知識人として後世の文学や美術研究に大いに寄与した。 パリ留学中の1921年、松方孝二郎のアドバイザーとして、松方コレクションの絵画彫刻の収集購入に協力した。東京帝国大学を卒業する1916年頃の第四次新市長のメンバー。成瀬正一は一番右、その左は芥川龍之介、ついで松岡譲る一番左が久米松竿。成瀬正康の長男として、 神奈川県横浜市に生まれる。麻布中学校、第一高等学校を経て、東京帝国大学文科大学英文化卒業。大学在学中に、芥川龍之介、久米正夫、菊池博士、松岡譲と第四次、新市長を創刊する。ナルセは、同人中、夏目漱石の最も熱烈な崇拝者であり、木曜会にも出席して漱石文下に連なっている。 菊池の一交代学以降、菊池の学費や生活の苦面を、ナルセの父親が世話しており、菊池の小説、大島ができる話のモデルとなったのは、ナルセの母親のミネコである。芥川と時を同じくして、ジャンクリストフを読み、ロマン・ロランと彼の平和主義を敬愛し、ロランと文通するようになる。大学卒業直前に、芥川、久米、松岡の協力を得て、 ロランチョ、トルストイを、翻訳出版した。1916年、卒業後間もなく渡米。コロンビア大学大学院に席を置くが、多くの時間を、執筆活動、美術館が良いや劇場が良いに費やした。美術館では、シャバンヌ、ゴヤ、ミレイなど、当時の日本では見られない実物に接し、その感激を、新市長の仲間に書き送った。この頃、養われた。 肝障岩が5年後パリにおける松方コレクション収集時に役立つことになる。地元紙ザ・ニューヨークワールド2マイファーストナイトインニューヨークを寄稿した。友人ウェルド・フランクの求めに応じて雑誌ザ・セブン・アーツに英文のエッセイ・ヤング・ジャパンを執筆した。明治維新後、突然大量に流入した西洋文化に戸惑う日本の知識人について書かれている。 ザセブンアーツは当時戦争賛美の世相の中で平和主義を貫いた数少ない雑誌だった。この時期にフロリダ行きとカナダの旅行を書いた。フロリダ行きにはアメリカ南部を旅する日本人などけうであった時代に目撃した人種差別やまさに第一次世界大戦参戦前夜の米国特有の世相が滑車されている。1918年3月ドイツユーボートによる 攻撃の危険を犯して、欧州に渡る。戦火のパリ、リヨンを経て、スイスに入り、ジュネーブレマンコの小島では、ジャンジャックルソーの像に遭遇した。7月、ベルヌーブンに亡命中のロランに会い3週間を共に、過ごす。二人は、洋の東西の文学、文化、社会状況について語り合い、約20年後の太平洋戦争勃発を予言した。ナルセの一言一句は、 ロランチョ、戦時の日記、ロマンドラン全集第30巻戦時の日記3 19、1916.11から1918.3ミスズ処方、1952に詳しく書かれている。ナルセはこの時の経験を、ローランとの3週間や、ニシの旅にに書き、第一次世界大戦の勝利を祝うパリを経由して、帰国の途に着いた。帰国後もなく小説家の道を断念し、 普通文学研究をライフワークとする。1919年、川崎福子と結婚。1921年、福子を伴ってパリに今日移し、4年の長きにわたり、ソルボンヌや文学サロンにおいて、また、個人教師によって、フランスロマン主義思想の研究に没頭した。この間研究対象とした膨大な書物は、現在も九州大学附属図書館内。 ナルセ文庫に見ることができる。パリ生活の初期、1921年の春から年末にかけて川崎家を通して兼ねて寄りの地域である松方孝次郎の絵画彫刻の収集購入に協力した。松方のベルネームジューヌやディラン・ルエル等のパリ画廊画商をめぐりに、時には八代幸雄と共にしばしば同行し、特にクールベとギュスターブ・モローの作品購入を進めた。 福子は当地の人気画家ジョルジュ・デスパニアに支持していたので、デスパニアの作品が松方コレクションに数多く収蔵されているのはこのことと関係があるのかもしれない。パリ郊外、ジベルニーのモネ邸には妻の福子、松方孝次郎、黒木光次郎、竹子夫妻、坂崎博史などを伴って八十歳を超えた、クロード・モネを訪れ、モネの長男の妻ブランシオシュデや次男ミッシェルとも、 信仰が深かった。待つ方を伴った初回、福子と武子は振り袖姿で訪問したというエピソードもある。1923年には、福子とジョルジュ・クレマンソーと共に、ヌイの病院に白内障の手術のため入院していたモネを見舞った。1921年ジベルニーにて、ナルセ・シ一撮影。向かって左からミシセル・モネ、クロード・モネ、ナルセ・福子。 ブランシュオシュで、モンナルセは、レオンス・ベネディットとも懇意で、ベネディットから直接ロダン作ビクトル・融合の石膏像を購入したが、この像は、第二次大戦の戦後混乱時に、東京で所在不明となった。1925年、九州帝国大学での教職に就くべく、4年間のパリ留学を終え帰国した。法文学部教授として、フランス文学史と18、 19世紀ロマン主義思想を教えた。対象は、ジャン・ジャックルソー、シャトー・ブリアン、ビクトル・ユゴー、ゴーチエ、フロー・ベール、モンテスキュー等であった。各小説、擬曲、詩歌などは、作者の人物像やおいたち、時代的背景から入り、原文にあたって講義された。このよく準備された丁寧な授業は、長年にわたる研究がまとめられた数十冊の、 講義形式のノートによるもので、これは、ナルセの死後、フランス文学研究第一集、第二集として出版された。普通文学と英文学の作品を比較研究し、比較文学という新ジャンルを開拓しつつあった。学生時代からの魚釣りの趣味は、川釣りにも海釣りにも適した、この福岡の地でプロ級となり、春夏秋冬詳細につけていた日記は、死後、 長魚日記として雑誌、釣りの研究に5年にわたって掲載された。教職について10年目の1935年、カーアン財団からの奨学金を得て、8ヶ月間パリに留学した。研究テーマは、バイロン教のフランスロマン主義に対する影響であった。公的行事出席の予定もあり、5月、ソルボンヌの大行動で、モンテーニュと東洋の五道と題する講演を行った。 内容は、モンテーニュの無視の心と、健康奉仕のそれとの類似性である。ビクトル・ユゴ50年期の祭典には、日本代表として出席した。ロマン・ドランに会う予定は、日程の都合上実現しなかったが、妻・福子への手紙には、ドランの新婚の夫人へのお土産を心配するくだりがある。帰国後は、体調が優れなかった。鹿児島への最後の家族旅行の後、 1936年4月13日に脳一血のため救世し、妻と3人の子供が残された。フッツ文学者、比較文学者としての後継者は旧代での教え子の大塚幸男である。大塚は後年福岡大学教授として多くの著作を残している。若き日本、ヤングジャパンの和訳、香川大学国文研究第44号ピアニッシュも22から29。 2019年9月、ロマンロラン研究第40号、1958年11月に、掲載 https コロンスラッシュスラッシュ userweb.pep.ne.jp スラッシュ ce6v00030 スラッシュ r125.html。関口安義。 なるせ正一の童貞ロマンローランとの交流、文学部起用19から一個、芥川龍之介、あの頃の自分のこと、書出中を口論、1919、ローラン氏の手紙、第四次新市長、第1年第4号、1916年6月、出版、芥川龍之介著青空文庫、となるせ正一から松岡譲れへの書館集。 香川県高松の菊池博士記念館像、https, www.amazon.com、聖地なるセアンターマイアナアンドルフサプルメント、dp, b0081 ルファックハット http コロンスラッシュスラッシュ tagmargins.net スラッシュビブスラッシュ t スラッシュ t24.html ハット、随西の旅1、中央公論第三第34巻第4号、 ナルセブン呼吸州大学附属図書館、ありがとうございます。